木村です。今日は雪印さんの食べるコーヒーの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。雪印食べるコーヒー、コーヒーゼリーとはまたちょっと違う感じです。食べるコーヒー雪印、まろやかクリーム、カラメルソース、プリンみたいな、コーヒープリンみたいな感じなのでしょうか。美味しさ広がるトールカップデザート、最初はまろやかクリームと合わせて楽しみ、次に雪印コーヒー味のプリン、あ、プリンなんですね、お楽しみ、最後はカラメルソースと合わせて楽しむということです。そういたしましての材料名からまずご一緒にご覧いただきたいと思います。糖類、植物油脂、乳製品、コーヒー、ゼラチン、ゲル、化剤、香料と乳化剤、 pH 調整剤、着色料ということです。エネルギーの方は1個あたり233キロカロリーですね。はい、こちらが雪印さんの食べるコーヒーの中身なんですが、上には何が載っているんでしょうか。クリープみたいな感じなのでしょうか。ちょっとよくわかんないですね。クリープみたいですよね。で、その下にコーヒーのプリンが入ってるっていうことです。ゼリーじゃなくてプリン、どうなんですかね。プリンなんでしょうか。それでは、雪印さんの食べるコーヒーの上の部分、どんな味がするのかチェックしてみます。甘いコーヒー味のする、なんか水っぽいホイップクリームみたいな感じですかね。じゃあプリンのところを次はいただいてみます。プリンのところいただいてみます。んプリンというよりも柔らかいゼリーみたいに、ゼリーに近い感じのコーヒー味の、なんか食べ物ですね。うまいです、すごく。苦さはなくて甘くて、そうですね、どちらかというとその雪印さんのコーヒー牛乳みたいなあの味です。最後に下のカラメルと一緒にちょっと食べてみますね。あ、美味しい。下のカラメルと一緒に食べるとめっちゃ美味しいですね。すごい香ばしいカラメル味と、コーヒープリンがよく絡んで、なんとも言えない。なんか、美味しい。とりあえず美味しいです。コーヒープリンというよりも、どちらかというと、ちょっと若干ゼリーに近い感じの、雪印さんのコーヒー牛乳味の、テイストですかね。なんかうまいこと言えないです。すいません。とりあえずうまいです。雪印さんの食べるコーヒーですね。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。